群馬の由美子です。今日は2023年7月20日です。今日も声を張っていきます。前回の動画なかなか音量が大きく出まして、プラス2デシベルというのがやっと出ました。今までねマイナス18デシベルとかね、マイナス20いくつとかね、ほんと聞き直してみたらね、そりゃ聞いてる人怒るなっていうぐらい全然何にも聞こえないっていう感じでしたね。パソコンで聞いた時はなぜか iPhone で聞くと大きく聞こえるんですけどね、これが私にはよくわからない。今日も大きな音でお送りできるようにやっていきます。最近 JAL123 便墜落の話をしてるんですけど、マットフラッドのエンドゥさんですねと群馬のイベントがあった時に集まってくださった皆さんと LINE グループができてるんですけど、まあ、その細々とやってまして、でなんかちょっとそういう話をねそこでしてたら、エンドゥさんがその上野村の村長がなんか、隠してるんじゃないかっていうようなことを言ってて、で私はいやそんな村長ぐらいではねえと思って、中曽根でしょって、中曽根が隠してるんじゃないって思ってたんですけど、あんまり遠藤さんが村長がっていうんで、でこの間ね遠藤さんは上野村に行ってきたそうですから、やっぱり現場に行った人のこう感覚っていうのは大事なんで、ちょっとね上野村の村長を調べてみたんですよ。そしたら、黒沢武雄さんっていう村長、当時のねもう今亡くなってますけど、分かったんです。海軍少佐、海軍です。中曽根も海軍ですよね。中曽根は海軍主計っていうね、主計少佐、あ、同じですね。少佐、階級が同じっていうことなんですかね。主計っていうのはあれかな、お金の勘定してたんかな。もうねそういうの調べる余裕もなく、とりあえずこの2人が海軍同士でつながったっていうことで、私はねびっくりしてね、あ、それで結束できるんだなっていう、秘密を共有してもその守れるっていうかね、こういうことで黒沢くん頼むよって、分かったって、戦友ですからね。黒沢武雄さん1913年生まれ、中曽根さん1918年生まれ、あ、黒沢さんの方が年上ですね。5つも年上だ。黒沢さんお願いしますってね、中曽根が頼んだんかもしれませんね。まあそんないろんな想像をしてしまいます。これは全部私の想像ですから、海軍少佐だっていうことは本当です。ウィキペディアに載ってますからね。そういうことでね、とりあえずね、これだけは早くお知らせしたいと思ってね、うわもう見つけちゃったっていう感じですね。私こういうほら戦争をね一緒に経験した人たちの結束力ってすごいじゃないですか。でね、この黒沢さんね、10期40年だっけな、村長ずーっとやってるんですよね。まあ、でもねウィキペディア読むと結構苦労してらっしゃるんでね、ちょっと今度その話もしたいと思います。なんか戦争終わって帰ってきたら、上野村に帰ってきたらね、なんかひどいこと言われて、何だったかな、公職追放となり、村人から戦犯呼ばわりされ、扱いは冷たかった、だって、ね、戦後ってもうみんな手のひら返しちゃったんですもんね。まあそれは上からね押さえつける人たちがいなくなれば、それは俺たちは戦争なんかしたくなかったよって言いたくなるのも分かりますけどね。で戦争やってきて、
やってきた兵隊さんたちに恨みを持つというかね、ぶつけるっていうようなこともあるでしょうね。そういうことで、今日はこの辺にしたいと思います。さようなら。